はい、どうも皆さんこんにちは、サンギーラです。本日は呪術廻戦ファントムパレードっていうゲームがね、今日出たので、リセマラの仕方を皆様に紹介したいと思います。まずこちらはね、チュートリアルが終わった段階です。チュートリアルが終わったらまず右上のプレゼントを受け取ります。はい、一括受け取りします。そうすると右上にね、8150っていう石が入ってると思うんですけど、それじゃちょっと足りないので、左側の初心者ミッションをタップして、この最初のね、ミッション、このサポートを1個つけるだけで、はい、ミッションクリアと。で、1000個も石もらえるんで、これは受け取りましょう。で、手持ちの石が9000個ですね。右上9000個になったので、ガチャを回します。で、僕は五条悟を取りたいので、このピックアップでやっちゃうとね、虎杖が出やすいので、それはちょっと嫌だなと思って、一番下のファンパレガチャを引きます。10連、ポチ。で、スキップですね。はぁ、出た一発目で出ちゃった。やば、欲しかったの出ちゃったんだけど。はいはいはい、なんか思い出が出ましたね。お、良さげじゃない、決死の亀甲みたいな。もう一体ぐらい出てくれ。サトル出ちゃったな、嬉しいな。やば。で、まあこれで納得いかなかった人は、この右下のメニュー開いて、タイトルに戻りますかってやって、メニュー、プレイヤーデータ削除、データ削除、チェックの削除、プレイヤーデータを削除しました。再起動します。うん、ちょっと今途中でさ、サトル出て、うわやべ、これで行こうかなと思ったんだけど、残りの20連があまりにもひどかったので戻しちゃいました。タップすると、はい、こう名前入れます。いやでもサトル出たの消したのもったいないかな。いや、いっかいっか、サトルプラス誰かが出るまでやろうかな。いやー、なんかもったいない気がするな。まあいっか後悔してもしょうがないか。皆様に今日はね、リセマラの仕方を紹介してますから。で、スキップするスキップするってやると、もうさっきのチュートリアルが終わった画面までいきますんで、プレゼント受け取って、で、初心者ミッションを1個受けますと。もうこの辺はもう慣れたもんですよ。一番下のガチャを引くと、まあ、こんだけの速さで引ければまた悟る出るでしょう。残念ですが、ここからおー、ナナミンじゃん。ナナミンも好きだな俺、かっこいいもん。これで悟るが出たらもう最高。来い。まあ、SSR の思い出はどうでもよくて、間違えた、来い。何今の、今の演出何てか、すごい出るな SSR が。え、確定演出見ればよかった。まあいっか、でもまあキャラが出てないんで、ナナミにしか出なかったんで、やり直します。いきます、スキップ。はいはいはい、ダメですよ、キャラが出ないとダメですよ。どうやら俺たちは、おお、青いじゃねえか、好きだぜこいつも。ここに最後サトルが出ればいいんだよ。東堂とサトル、カモン来い。ゴミです。スケープ、ひどい、 SSR キャラが出ない、てか1個も出ない。スキープ、これはいらないや。あ、でも初めて出たな、これ。片隅な記憶、サトル来い、サトル来い。 SSR キャラが出ないっていうパターンもあるの。上下一心出ないんだ、来い。よし、あー、葵か、東堂葵くん。でも嫌いじゃないからね、むしろ
強いだろうね、このゲーム内でも。間違えた。葵と悟、来い。くぅ、釘先ちゃうねん。でもまだわかんない、だって2体出てるからね。今日出るね、すごくいいよガチャ。おい、規格外。うわー、ここに悟る出して来い。来ない。キャラでいい。残念ですが、ここ、あー、でもなんかもう一人ぐらいいた気がするな、後ろにキャラが。ナナミンも最高。葵とナナミンが好きだよ。出た、規格外。おー、出るね、めっちゃ出るやん。払うわ、お仕事。いいよいいよ。いやー、ひどいね。スキープ、ひどい。一枚も SSR が出ない。来い。おお、ソード青い。青いと。大丈夫。ああ、出た。ついに出た。よし、これで確定かな。東堂葵と五条悟だよ。そんでもって SSR キャラ引き直しガチャですよ。大丈夫。はい、出ました、一発目。やっぱ悟る2枚重ねりゃ勝ちだろう、確定で。キャラ強化で、はい、覚醒します。強っ、 25% アップすんの、やっぱり最強だな。共鳴のかけらってやつでもできるわけね。好きな土俵で戦ってあげるよ。やべえ、五条悟を覚醒させた。 HP、 体術、術式すべてが 25% アップ。強いなー。 OK、 レベルアップしましょう。26。 OK、 いった。どんぐらい強いんだろうな。ちょっと一回クエスト行ってみましょうか。 OK、 クエスト行く。悟る覚醒レベル26ですよ。お任せします。よしよしよし、バトル開始。よーく見といてね。この辺りは一旦スキップ、さっき見たんだよ俺は。いや嬉しいな。よーし行くぞ。弱点となるものはないんで、まあ、とりあえず適当に打ちましょうか。2倍速。これで要求かな。え、4000。よし、次行こうぜ。やっぱ一人だけ頭おかしいわ。まあ、この辺雑魚なんで適当に戦うけど。5000。手加減は俺を行くぞ。ただ、あの五条悟の弱点は7ターンで帰っちゃうんだよね。だそれまでに倒さなきゃいけなくて。待って、これちゃんと見よう。術式反転赤。退屈させるなよ。行くか。行くぞ。行くよ。収束発散術式反転赤。え、どれぐらい食らうの。さすが先生。待って9000とか食らってたよ。本当に最強なんだね。7ターンで終わらないようなミッションに行くときはちょっと怖いよって感じだよね。
いや強いな。でもんじゃ気合い入れてくか。もっと強いやついねえの。少し遊んで。あ、こんなところにスクナさん。手加減はしてあげるよ。退屈させるなよ。行くか。焦らず行こうぜ。これで様子見たら。強っ。これどうだ。手加減は。退屈。任せとけって。まず五条悟に攻撃効かないから。おブレイクだ。面白い。はーい。よし、焦らず行こうぜ。そう焦るな。どうした、終わりか。まあ最強だからね。どうしよう、強すぎる。プレイヤーランクが上がった。まあそんなこんなで進めていこうかな。またガチャ引くときとか動画にしようと思うんで、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。